さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、ガレージバンドで5分間ストレッチの曲を作るというこのプロジェクト、現在はギターを入力していっております。はい。今回はちょっと8分音符で入れてみたいと思います。はい。じゃあ、ここかな？あ、違うな。はい、これですね。はい。8分音符で。おっと、長い長い。これ長いですよ。すごい長いですよ。はい。で、ラー、A、次、Aマイナーですね、次は。あ、そうか、パクればいいんだ。そうだ、パクろう、パクろう。どんどんパクっちゃおう。カーソルはどこにある？ 57 にあるの？あ、本当だ。はい、ほい、ほい。はい、これで、ここ。で、これを。はい、できた。次。ほい、ほい。次は D の2。これは。はい、次。はい、ポン。はい、これを、はい、コピーしてペースト。はい、できました。はい、できました、できました。はい、こんな感じですね。これでできましたね、8分音符。はい、じゃあ次回はそうですね、四分音符ということになりますね。もうね、それしかないですね。はい、四分音符で5つの音を出すにはどうすればいいかということを考えながらやっていきます。はい、ということで、これをビーンと伸ばして、あー、伸ばしすぎた。はい、ビーンと伸ばして、はい、はい、これで準備完了です。では次回は四分音符を入れていきたいと思います。今回の配信は以上で終了となります。また次の配信または別の配信でお会いしましょう。さようなら。